1972年の沖縄返還に先立ち当時の佐藤総理大臣が抑止力思想を国民に説明するのに困難を感じるとアメリカ側に伝えていたことがきょう公開された外交文書で分かり安全保障上の抑止力として沖縄のアメリカ軍基地は必要だとする政府の説明に当時から沖縄側が理解を示していなかったことがうかがえます。 アメリカ軍基地の取り扱いが最大の焦点で。沖縄では。即時無条件全面返還を行うべきだなどとして。基地の撤去を求める声が強まっていました。こうした中、当時の佐藤総理大臣が。沖縄返還交渉に関連して。千九百六十九年七月に昭和天皇に内装した際。沖縄にある米軍基地が。 戦争抑止力として我が国および極東の安全にとり極めて重要な役割を果たしていることに鑑み基地の機能を損なわないための十分な配慮を行う考えだと述べていたことがきょう公開された外交文書で分かりましたその一方、佐藤総理大臣は同じ年の1月に行われたジョンソン駐日大使との会談で戦後、日本国内では全般的に軍事知識が欠如しており 政府は日本や北東アジアの安全保障上沖縄,のアメリカ沖縄のアメリカ軍基地は必要だという立場を一貫して取ってきていますが抑止力を根拠にした政府の説明に当時から沖縄側が理解を示していなかったことがうかがえます。